皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは番外編ということで、自分の限界にチャレンジし続ける人が味わう残酷で美しい瞬間と向き合う強さとは、ということについてお伝えしてみたいと思います。今日のテーマは集客の話というよりはですね、私が感じていることとか考えていること、だから番外編ということにしたんですけれども、最近のところで言うと、北京オリンピックでのね、3連覇をかけてチャレンジをした、アイスフィギュア男子フィギュアの羽生結弦さんのお話をちょっと例にしていきたいなというふうに思ってますので、ちょっといつもとは違う毛色の話になるかなと思いますけど、ご興味ある方はそのまま聞いていただければというふうに思います。まずですね、私フィギュアスケートってね、真央ちゃんもそうだったんですけど、結構好きでよく見るんですね、オリンピックの競技の中でも。特にフィギュアのその日本勢はね、強いのもあって、皆さんそれぞれに演技美しいんですけど、その中でもずっと数年ね追いかけて見ていた、やっぱり羽生結弦選手っていうのは、その姿、立ち姿が美しいっていうのもあるんですが、やはり心がね、本当に美しい、素晴らしい選手だなと思っていつも見ていて、当然今回のね、北京の方も3連覇、前人未到の3連覇、94年ぶりですか、もし取れたらね、金ということで、そのプレッシャーも相当なものだったと思うんですけれども、フリーが8位、そしてショートプログラムが8位、フリーが4位ということで、結果としてはね、メダルが取れませんでしたっていうことになってしまうのかもしれないけれども、もう本当にその何ですかね、生き様そのものが、やはり、人にね、勇気と希望を与えた本当に素晴らしい人だなと思っていて、そんな羽生結弦選手への、ね、リスペクトも込めて、ちょっと私自身のね、姿にも重ね合わせる思い出を思い出したことがあったんで、そちらもちょっと合わせてね、お伝えしようと思ったんですね。一番フリーで確かに逆転を狙うには、前人未到の4回転半クワッドアクセルですか、4A と呼ばれる、それをやって追いつくかどうか、あと全てが完璧で、しかもそれが1位の方にね、何かがあってっていうことでどうにかなるレベルのぐらいの中でチャレンジをしに行く、その姿、当日の状態も見てたんですけど、スーってこうジャンプに入るシーンのね、ところ少しスーってこう助走つけるじゃないですか。でその瞬間飛ぶんだって思って、でこの状態で飛ぶんだ、チャレンジするんだと思って、本当にびっくりして、なんて心が強い人なんだろう。もちろん結果としては転倒ですけどね、一応認定は4回転半ということで、4回転アクセルを認定はされているようなんですが、回転不足のあれで転んじゃってとかっていうのはあるんですけれども、認定はされたっていうことで本当に素晴らしいなと思って見てたんですね。でこの時に本当に感じたのが、チャレンジをすることの美しさと強さですね、その潔さ、人間としてなんて崇高な人なんだろうっていうのは、本当に本当に尊敬だなと思って見ていたんですよね。で実は私、知ってる方は知ってるんですけれども、サックスをやって、今年1月11日時点から、4年目に入ったんですけど、今4年目の3年終わりプラス1ヶ月っていう状態が今の私の状態なんですけど、49歳の出版記念、初めての本を書いて出版を記念で、ライブセミナーですねをやるって決めた時に、もともとは余興でやる予定だった形で、でも余興でも、前からちょっと気になってた楽器、音楽やったことがないけどやってみたいなっていうふうに思ってチャレンジして始めたのが3年前ですね、約ね。
ていうので、まあサックスはやり始めたんですけど、その時にですね、まあ東京と大阪があって、初めてだから楽譜も読めない、音符も、要は音楽、まあ音楽の授業ではね、ドレミとかはやりましたけど、リコーダーとかもやりましたけど、そんなレベルですよ。でそんな私がサックスっていう楽器を選んで、でまあ楽器は、まあ、なぜサックスだったのかっていうと、形が綺麗だったからですね。この形がかっこいいじゃないですか、単純に。私形とかその建築もそうなんですけど、フォルムが綺麗なものが好きなんで、もう楽器だったら、やるんだったらサックスやりたいなと思っていて、ただ管楽器は息が持つのかとか大変そうじゃないかとか、いろいろまあ考えてはいたんですけど、単純にステージで吹いたらかっこよくねっていう、かっこよくねっていう、そこですね。そこで選んだのが、まあ、サックスだったんですけど、まあ3ヶ月普通にね、仕事もしながら、あとはプロモーション、本のプロモーションも初めてだったんで、まあ、そちらもやりながらの中での音楽の練習っていう、やったことがない未知の世界が入ってきて、まあ私なりにできる精一杯のことを、まあ今回のね、まあ、俳優ゆずる先さんと比べるほどの、もう本当にこんな天と地どころの騒ぎじゃない、地球とね、ミジンコぐらいの世界のぐらい の差はあるんですけれども、私なりの挑戦としては、音楽をやったことがない私が、サックスという楽器の音を出し、曲を吹きで、それをアンプをして、舞台ライブで4曲っていうのをやりきるっていうのはですね、まあ、なかなかに大変だったんですよね。譜面も当然読めないので、ドレミを振って耳で聞いてリズムを合わせてっていうことでやりましたけれどもね。で、まあ、それ自体はチャレンジだから、まあ、まだいいんですよ。まだいいんです。で今回のね、本題はそこじゃなくて、チャレンジしてもですね、特に本番一発っていう競技ものもそうだし、音楽もそうなんですけれども、その時失敗したら失敗じゃないですか、基本例えば私で言うと、まあ、その時実際にそうだったんですけど、ある楽曲のある音、まあ、練習間に合うかどうかギリギリ最後に難易度上げたんですよね。東京より大阪をよりいい状態で皆さんにね、チャレンジしている姿を見せたいなと思って、難易度を上げたソロを入れてきたんですよ。でサックスの先生に、これどうしてもやりたいんですって言ったら、これ初めて2年か3年目ぐらいの人がやるフレーズなんだけど、やるの本当にって言われて、いやどうにかしたいんですって言って、練習どういう練習すればいいですかっていう練習のやり方も聞いたりとかね、まあ、とにかく必死にやったんですよ。で結果はどうだったかっていうと、他にも何か所か危ないところはあったんですけど、他のところは逆にクリアできて、練習の時に音が出てた音が出なくなったんですよね、本番に。でそのやっぱソロの部分でね、大事なかっちょいいシーンですよ、一番最高潮に盛り上がるだろうっていうシーンでそれをやったのに音が出ないっていう衝撃でしたね。衝撃だったんですよ。で運がいいことに、私は私が主催をしているライブセミナーだったんで、まあ、ちょっとずるいかもしれないけど、まあ、初心者だから許してよ的なところでですね、2回目とか言って言って、もう体力の限界に近かったんですけど、もう1回やらせてくれって言って、もう1回、まあ、みんなうわーって言ってね、喜ぶじゃないですか。もう1回やらせてもらって、また同じところがね、音が出ないんですよ。なんでって思って、後でね分かったんですよ、音が出ない原因は。でもその時の私にはそんな分析するスキルもなくって、ただただ必死にやってただけなのに、練習でできたものがなぜ本番出ない、なぜ音が出ないって言って2回やって、でもうやけくそですよ。3回目3回目やっても出なかったんですよ、
音が。いやー、あれはね、きつかったですね。基本私いろんなね、まあ、発表会とかもそうだし、作品展とか写真とかもそうなんですけど、かなり準備をして、もう自分の中で最高傑作、出来がいいっていうものを、まあ、出すし、まあ、プレゼンテーションとかももう何百何千とやってきて、営業時代とか大概のことのトラブルがあっても、まあ、どうにかまとめてうまくいって。で、本番でも緊張しないタイプなので、すごく有利で得で、失敗っていうことをほとんど経験したことがない。多分失敗してるんだけど、失敗を失敗として思わないっていう処理の仕方をしていたので、そんな経験がなかったのに、こんな大人になってそんなに一生懸命練習して、それなのに音が出ない、要は3連続失敗ですよ。あれはね、衝撃でしたね。サックス好きになりかけてたのに、こんなことって起こっちゃうわけ？と思って、やめようって思うぐらいな気持ちに一瞬振れ幅がそっちに行くぐらいの衝撃的な内容で、一緒に助けてくれた企業仲間のね、方のバンドで後ろで見守っててくれた方がいらっしゃるんですけど、その人のところに泣きつきに行って、もう みんなが見てるのにあまりにも 悔しくって、もう涙がボロボロ出てきて、わーわー泣いて、それぐらいして完璧なものを届けて、まあ皆さんにね、勇気と元気を与えたいなって思ったんですよ。勇気と元気っていうのはチャレンジですね。チャレンジする姿が勇気と元気。要は私はゼロベースなんですよ。何もやったことがない。よく勘違いとか誤解をされるんですけれども、まあ確かに器用な部分はね、あるのかもしれないんですけれども、私どちらかっていうと天才肌ではないんですよ。もう地道に数こなしてやることでしか、成果を出せないタイプだから、できないことをどうにかしたい場合には、練習をねすごく頑張るし、できるまでやるしかないから、やるしかないんですよ。で、大概それをすれば自分が思ったような結果っていうのを得ることができていたし、写真展とかもね、こういうふうにしたいっていうところまでできれば、自分が納得できるところまでできるんですよ。それは何回もやり直しができるから。ところがですね、まあ音楽もそうだし、フィギュアもそうなんですけど、本番一発じゃないですか。どんなに練習したって失敗は失敗なんですよ。だって音が出ない。その時に、まあその音楽を一緒にね、後ろで応援しててくれたその私の、ビジネスパートナーの人にですね、音楽は残酷だって私が言ったんですよ。だってね、そんなに思いをかけて一生懸命やったって何かの都合で失敗するじゃないですか。だから残酷だって言って、他のものでは経験したことがないことをね、私経験したんですよ。完璧にできてるものを届けたいっていうタイプなので、そのために練習ものすごくやるんですけど、もうほんと悔しかった。今思い出しても泣けてくるぐらい悔しかったですよ。で、まあ結果から言ってしまうと、まあそのことがあって、本当にね、そういったものを人に届ける使命がある人は、まあ、そういう試練がね、音楽の神様から与えられるみたいなことを伝えられて、まあ音楽の神様も意地悪ですよねとか思って、私は音楽家として活動はしているわけではないんですが、
音楽を通じて、その音を通じて、体の表現、パフォーマンスとして、言語化できないものを感情に乗せて、音に乗せて伝えるっていう表現方法っていうのは、まあ、アーティスティックで素晴らしいなと思っていて。なので、私はコンサルタントなんですけれども、その領域でも皆さんに伝わるものっていうのがあると思っていて、それはどういうことかっていうと、まあ、できない自分ができないことにチャレンジし続ける姿を見せるっていうのは、やったことがないことであれば伝わりやすいし、まあ、かつ皆さんが喜んでくれる、まあ、音楽ってね、喜んでくれるじゃないですか。だから音楽家ではないんだけれども、まあ、そりゃ一生懸命練習してっていうことをね、やってきていて、羽生選手がね、アクシデントですよ、氷のところにね、ちょっと溝にはまっちゃって回転がうまくいかなくて、信じられないね、ショート8位からのスタートっていうこと。でも他のところは本人もね、おっしゃるようにすごく素敵な状態で、その段においてチャレンジしに行くっていう、その潔さと強さですね、すごいなと思いました。失敗確率の方が高いわけじゃないですか。誰もやったことがない4回転半。しかも足、かなり故障している状態と捻挫っていうことを後でね、おっしゃってましたけど。その悪いコンディションの中で、その姿を見せ続けるっていうことが、まあ、応援してくれた人へのね、お礼だし、勇気をね、皆さんに与えるっていうことで、まあ、本当に心持ち的にも素晴らしい方だなと思っていて。だから私もサックスはね、その後結局、まあ、やめるか続けるかのどっちかだったんですけど、まあ、私は続けようっていうふうに決めたので、まあ、あまりね、後戻りしにくいように高い楽器に買い替えて、初心者用からですね、まあ、そこから、まあ、ぼちぼち練習は始めていて。まあ、4年目になるわけなんですけど、想像以上に言うこと聞いてくれないですね、サックスっていう楽器は。頑張って吹いてるんですけど、やっぱりね、長年かかる楽器なんだなっていうことで、なんか勝手なイメージで、自分のね、セルフイメージが高すぎて、割と1年も練習すればある程度できちゃうんじゃないかなみたいな、ちょっと舐めてたこと考えてたんですけど、まあ音楽をね、やってる方がすごく年数かけてやってることを考えたら、そんな簡単にできるはずじゃないはずなんですけど、基本的にマインドはポジティブで、前向きで、こういういい状態っていうのを想像してやるタイプなんで、そのギャップに苦しんだこととかもありますけどね、なんでこんなにできないんだろうとか、そういうのはね、感じたことはありますね。だけど、まあ、今でもちょっとずつチャレンジし続けて、いつも自分の限界の次の上、次の上っていうのを目指してやっているんですよね。で、私、大概いろんなことを、チャレンジとか挑戦をしてきて、なんで音楽がこんなに遅れちゃったのかっていうのは、音楽触らないようにしてたんですよね。触らないようにしてたっていうのが、まあ、これはちょっとね、初めて話すんですけど、音楽って高尚な趣味、お金持ちの子がやるもの。だから、お金がない人は音楽もやっちゃいけないような印象がありました。音楽って言えばピアノが王道でしたから、ピアノなんて買うお金ないし、音楽教室に行くお金もなかったんで、もちろん本気でね、音楽で身を立てたいって思うんだったら、多分自力でも何かをやってたと思うんですけど、音楽はお金持ちの人ができるものという領域で子供の頃とか考えていて、大概皆さんやってますよね、ピアノとかね。ちっちゃい頃親御さんがね、習わせたりするんでしょうけど、そういうシーンにも出遅れてしまったので、まあそんな状態からね、変に中途半端な年齢からそれやったって、どうせ追いつけないっていうか、できないよねとかって思っちゃったんで、まあ私の中からやらない領域って言っては外しちゃってたっていうのが音楽だったんですよね。それを、ね、49の時に、まあね、本も書くし、写真も撮るし、デザインもやるしとかいう、そっちの領域ができてきたところに、いよいよ音が入ってくるっていうのを初めてチャレンジした時に、
まあ大人だからもちろんできることっていうのはありますよね。楽器を好きなように買うとか、レッスン時間の単元とかも自分が時間を作ったらお金はどうにかできるっていう状態で習うっていうのは、大人買い的な感じで、大人習いみたいなね、こともできて。っていう、まあその時期だから逆に良かったっていうのはあるのかもしれないし、大人ならではの練習の仕方っていうのがあって、まあ、効率よくどうやったら短期間でできるのかっていうところからね、まずはスタートしてやったんですよね。まあ多分この感覚だと、3年近くね、ほとんど、3日空けずに、コロナでどうしてもカラオケ屋さんとかがダメでっていう時以外はほとんど空けずにずっと練習はしてきたっていうことを考えると、多分ね、これ一生の趣味にしていくんだろうなっていうふうには思ってはいるんですけれども、姿としてですね、私にとってはサックスを吹くっていうのは、他のいろんなことで器用にできてることよりも不器用なレベルの状態のゼロベースからなんですけどね、もうチャレンジし続けることがそのまんま皆さんの元気になればいいなと思っているんです。だってゼロからですから、私もね、49でゼロからの音楽ってなかなかですよ。でもライブとかはもう十何回以上やってるし、お願いしてプロのバックバンドの人入ってもらって、稼いで いい会場とか取って、その会場でやったりとかしてるんですよ。基本ライブは赤字です、基本的にはね。でもそういう経験値と、まあ届けたいものの中に、まあ、本で言葉を紡ぐ音楽で音を届けるっていう、まあ、その活動そのものが、まあ、アートだなというふうに思っていて、コンサルタントなんですけどね、アーティスト寄りなんですよね、私の思考はどっちかっていうと。だから響くものがあればいい、そのために私は練習もしているし、イベントを作ってるっていう感じだったので、本当に、なんだろうな、シーンで4回転 トリプル4回転アクセルか、クワッドアクセル、よくチャレンジしたなと思って、本当にすごいなと思います。私も本番に向かってね、いろいろ調整とかしていたり、どこまで自分が仕上げられるかの限界値と、本番の出来の良さ、一発なんでライブって、その出来の良さとのせめぎ合いをキリキリのところを攻めていってるので、まあ、結構大変なんですけどね、それなりには。まあでも喜んでくれるね、皆さんに喜んでもらえるようにっていうふうに思ってやっている気持ちは、活動としてはね、羽生選手よりちっちゃいんでしょうけど、気持ちはそんな気持ち、熱い心、強い折れないマインド、立ち上がる強さ、失敗からでも何度でも立ち上がる強さですね。それを見せるのが私の、まあ、演奏とか音楽かなと思います。だ、そこには言い訳はないということになります。チャレンジした結果、100%、120%練習してたって、当日何かが起こるか分かんないじゃないですか。まあそういう意味では、残酷で美しい瞬間が本番なんだろうなっていうふうに思っているし、私の中で唯一その瞬間で失敗か成功かっていうギリギリまで仕上がりが見えないっていうのはあんまり持たないんですけどね。写真とかもちゃんと仕上げるし、ちゃんと仕上げるっていうことができない、不可抗力が入ってしまうっていうタイプのものが、音楽の演奏でライブなんですけど、だから逆に価値があるものなんじゃないのかなっていうふうに、すごく強く感じているし、その瞬間に立ち会った人にはやっぱりその透けて見える世界とか思いとか、なんていうのかな、負けない心とか、そういうのも全部全部丸ごと音に乗せて伝わるといいなというふうに思っています。はい、今日はちょっとそんな話をしてみたくって、動画を撮ってるんで、こちら番外編になります。はい、自分の限界にチャレンジし続ける人が味わう
残酷で美しい瞬間と向き合う強さ。向き合う強さは、誰かの心の支えになりたい、誰かの心の活力、勇気になりたい、多分そんな気持ちなんじゃないのかなというふうに思ってます。まだまだ私のライブ、まあ、毎年定例的にやっているんですけれども、自分の成長も後退することなく成長し続けて、皆さんに音楽を通した私の、姿、チャレンジする姿、マインドをですね、お届けできればいいなと思ってますので、全国どこかのライブ会場でお会いできる時にはぜひいらしていただければ嬉しいです。それでは。